私今17歳で次の6月で誕生日迎えて18になるんですよ。でその18になったら新成人になるわけですし、私のクラスメートの中にも4月で誕生日迎えて新成人になった人います。で私の先輩たちなんかはもう4月1日でポーンって成人になっちゃいました。19歳18歳で。でもなんかテレビとか見てたりするとその番組とかもやってたりするんですけど、新成人に対して。で家庭科の先生も教材とか配って一生懸命教えてくれたりするだけど、やっぱり岸田さんの政策としてすごいやってる感があるけど、なんか僕たちには届いてない。で山本さんは岸田さんの18歳19歳に対する政策をどう評価するか。でそれで私6月誕生日でね、選挙権あるんで次の参院選でもどこかしらの政党には投票するつもりではいるんですけど、その山本さんが国会に上がってきたら私たちみたいな新しい18歳19歳に対してどうアプローチするのかっていうのをちょっと教えてほしいと思います。ありがとうございます。17歳の方がマイクを握ってくれました。若者施策をどうしていくかってことですね。で私たち若者に特化した、要は18歳19歳っていうような、要は選挙権持ち立て持ってまだ間が立ちませんっていう人たちに対してどんな人気を取れるかって観点では政策作ってないんですね。で私たちは今この国が抱えている問題っていうのは世代横断的だと思ってるんです。要は10代でも20代でも30代でも40代でも50代でも80代でも共通した問題を抱えている人たちがいるだろうって考えてます。つまり何かって言ったら、自分の生活であったりとか家庭環境っていうものによって本当はこういうことしたいのになっていうところに駒を進められないってことですね。自分の生まれた環境だったりとかいろんなものによって人生が左右されるって、それ当たり前だろって言うんだけれども、それを当たり前じゃし当たり前っていうことにしたくない。つまり何かっていうと、教育費無償にしたいです。誰でも教育受けられるただでって、これ別に難しい話じゃないんですよ。逆に言ったら日本は個人やその家族に対して負担を強いてきた教育の取り方なんですね。教育の作り方なんです。で先ほどちょっとお話の間であったと思うんですけど、例えば奨学金ってものを考えてみたとしても、これまさにそうですよね。勉強したいです、じゃあ国からお金出しましょうか、じゃないですよね。金貸したろかなんですよ。で利息つくけどなみたいな話もあるわけです。大学生の2人に1人が奨学金借りてて、そのうちの7割は、利息がつくタイプで、利息なんで取んのってことだけど、380億ぐらい年間これね、絞り取れるから利益上がるからそうやって取ってるわけですね。なんで利息取んのよって。でね、それに対して、別に返せなくてもいいんですよ、究極やつらは。どうしてかって言ったら取り立ての仕事が生まれるんですよ、サービサーとか。だ結局金融商品にされてるんです、若い人たちも。で若い人たちを食い物にするような国が未来あるかって言ったらないですよ。未来なんてない。そんな国にしてしまったやつらに怒り感じてんですよ。何座ってんだよ国会でって、一刻も早く退場させたいんですね。でもその権利を持ってるのはオーナーさんだけなんです。この国のオーナーのみそれを判断できる。じゃあそれを判断できるオーナーって誰かって言ったら有権者なんですよ。この国に生きる人々にしかその権利はないんですね。なのでこれからその権利を持たれるってことですから、どうして私が政治をやろうと思ったかってことなんですけど、もともと芸能人やってたんです。16歳の時から芸能界なんですね。グラビアアイドルとしてデビューしたんです。すいません、ちょっと偽りました。でまあ、結局そこから20年以上芸能界の中で生きてたんですけど、原発爆発して政府が言ってることとか、 なんかマスコミ言ってることなんか怪しいなっていうところからスタートして、で原発やめようぜって声に上げたら仕事失っちゃったんです。いや当たり前なんですよ。それだってテレビ見たってコマーシャル流れてるでしょ、新聞見たって広告載ってるでしょ。すべては何で回ってるかって言ったらスポンサーさんからの広告料なんです。だから逆に言ったらテレビって本当のことなかなか流れませんよ。洗脳する機械ですから、物を交わすための機械ですから、一定世論を動かすための洗脳の機械だと思ってください。まあそんな感じで芸能界の中で政治的な発言したらこれクビになるんです。私の代わりなんて死ぬほどいるから。で声上げて結局それで仕事が失って、全国回るようになって、いろんな声聞いてったらこの国にこんな問題あんのって。16歳で芸能界入って20年以上その生活してたら社会のことなんて見えないんですよ。
私と同世代、今47歳なんですけど、私と同世代の人たちみんな苦しんできたんです。日本が1997年以降デフレに入って、要は景気悪くなって就職できなくなって、大学出て最初に就職っていう時にはもう就職口がなくて、で新卒命のこの国の中でバイトだったりとか非正規だったりっていうところで働いていって、スキルアップしないままに年取っていって、いつ年が過ぎるたびにどんどんおふるになっていって、景気持ち直した時には次の新卒が正社員になってみたいな地獄みたいなロスジェネの世代なんですけど、私苦しんだことないんです。経済的にこけたことなかったんです、人生の中で。16歳の時から給料もらったから、そこからずっと来てるんです。で社会がこんなに壊れてるって気づくのが30超えて40手前の原発事故から初めて目が開いたんです。でいろんな人から聞いた声、何とかしなくちゃいけないなと思って、じゃあ直接言いに行ってやろうと思って、仕事もないし、だったらそれを仕事にして直接言いに行ったろ、2年ぐらい全国回っていろんな声聞いたからと思って、でそれで政治の世界に入ったんですね。あまりにもおかしなことがいっぱいあったのに、自分が無関心でこんな世の中作った一人なんですよ。こんな地獄みたいな社会を作ったのは私なんです。超無関心な私なんですよ。これに対して自分自身落とし前つけろと思って、極端でごめんね、なんか考え方が。でもなんかすごく悔しかったんですよ。なんかひどい社会になってるっていうのは自分にも原因があって、何一つ声上げず何一つ動かず自分の生活だけできたけど、引きでこの世の中を見た時にこんな地獄になってるっていうことに対してものすごくショック受けて、最初は原発だ東電だみたいなことでこういろいろ大きな声上げてたけど、じゃあお前どうなんだっていうことに行った時に、じゃあもうこっから先の人生、この壊れた社会少しでも修正していけるような、変えていけるようなことに時間費やそうと思って新しい人生歩んだんですよね。だから本当に若い人には申し訳ない。散々大人がやらかしたこの世界をあなたたちに引き継ぐんだもん。それに対して若い人間たちはなんかもうやる気がなくてとか、どうとかこうとか言ってるけど、とんでもない。若いやつらにそんな選挙権渡したって、あの有権者教育とかそんなもん受けてないし、何も分かってへんねんからって言うけど、何も分かってない大人がずっと選挙放棄したりとか、投票行ったり行かなかったりとか、こんな社会壊してきたのに、それの修復っていうか、それに対して変えていくっていう活動を若い人たちの力を借りてやっていかないと、もうどうにもない、どうにもならないところまで来ちゃってんですね。同世代の中でもその政治的な興味持ってる人ってそう多くはないかもしれない、わからないですよ私、ごめんなさい、想像ですけど。でもたまたま通りかかってここで質問してくださったあなた自身がもうこの国の光なんですよ、希望なんです、はっきり言って。私から見たら立ち止まって聞いていただいたりとか、もう希望でしかないですよ。これだけの人がいたら世の中動きますよ。いやいいんですよ、山本太郎を斜めに見てて、まあそんなこと言ってたってこいつ適当なこと言ってんだろうと思ってる人も含めていい。これだけの人がいたら少なくとも相模大野は変えられますよ。相模大野の中の問題があったとしたら、これ例えばこれを相模大野にその問題を持ち込んでみんなで声上げていろんな人に声を、ね、伝えていくことによって力になるわけだから、相模大野の問題も解決していけるはずなんですよ。それぐらいの力持ってんですよ。でこの数が例えば自分の友達だったりとか自分の家族だったりっていうところに広がっていけば、当然これ国動かしていくことにできるんです。それに気づかれたら困るのは権力持ってるやつらなんですよ。 50% が投票を諦めてる状態で自分たちの好き勝手な社会を今まで作ってきて、これを維持できる方がいいんだから、投票率は低いまま政治には距離を置いて自分のことで精一杯っていう人たちが大勢の方が支配しやすいんですよ。それに乗せられちゃいけない。あなた自身が権力者なんだから、あなたがいなきゃ変えられないんだから、なんとかしてやりたいんですよ。この世の中最低ですよ。僕なんて何にも興味持ってこなくて自分のことしか考えてこなかったから。でも自分がこんなに社会を壊してきたんだってことに気づいたときに、これに対して本当になんとかしたいって思い溢れてきたんですよね。だから力合わせたい。でね、
できれば私が今ここで喋っていることはもう本音です。本音以外何もない。でもそれも疑ってくれていい。政治家疑わないとダメなんですよ。政党も疑わなきゃダメなんですよ。国会の中にいる700人以上の議員たちは全員疑っていいんです。何かあった時に手のひら返すかもしれないから、疑ったぐらいでちょうどいい。監視するぐらいでちょうどいい。ちゃんとやってるかって監視しながら、どうやって動かしたのかってことをみんなで考えていくっていうのがオーナーの仕事じゃないですか。一緒に変えたい。でも監視してほしい。で一緒にやってほしい。そういう思いでバッジ外して、もう一回参議院からみんなの力、関心ない人たちの力も集めて大きな勢力作ってやろうって思ってます。3年間の空白期間をなんとかみんなの力で乗り越えるためにも力を合わせたいと思ってます。はい、そんなことでした。すみません、ありがとうございます。